がいる以上大船疲れた。ちょっと休憩。ぐうたらこそ思考だよ。さあ迷った時は地図をチェックよね。これ何かな。案内は任せていいかな。先に。迷った時は地図をチェックよね。目的地はまだ先ですわね。追い抜いちゃってごめんなさい。どこにいるのか確認しましょう。少し早かったかな。もっとゆっくり行くね。
新作ゲームの発売日まであと少し。楽しみで夜も眠れませんわ。ここに行くの？新調した実疲れたでしょ。少し休憩しましょう。最初に過去に飛んだ私は PC 大陸へ急ぎました。そしてあなたたち4女神と協力して復活したばかりのマジェコンヌを倒すことに成功したんです。我が名はマジェコンヌ。すべての命に絶望を与え世界に終焉をもたらす者。マザコングのくせに生意気な。もう一度眠らせてあげるわ。待ちなさいネプテューヌ。ノワール、なんで止めるのよ。よく見なさい。マジェコンヌ復活の影響かわからないけど、次元が不安定になって時空の裂け目が出てるのよ。このままじゃ PC 大陸が飲み込まれる。その前に住人たちを避難させないと。マジェコンヌと戦うか住人の避難か、どちらか選ばなければなりませんわね。なんでこんな時に PC 大陸の女神は出てこねえんだよ。何かあったのかもしれませんわね。そもそもマジェコンヌの影響がここまで浸透しているのです。期待するだけ無駄ですわ。幸か不幸か、マジェコンヌはこっちに手を出してこない。とにかく住人たちの避難に全力を注ぐべきよ。その必要はありません。住人への避難指示は出しました。あなた誰？もしかして PC 大陸の女神候補生です。姉は、守護女神は動くことができないため私が代わりに。それより一刻も早くマジェコンヌを倒さなければ PC 大陸だけでなくこの世界が滅びてしまいます。世界が滅びるなんて大事じゃない。一体どういうことかしら。時間がないので詳しい説明はできませんが、奴の持つ黒いシェアクリスタル、あれを破壊できれば勝機はあります。しかし私一人では到底太刀打ちできません。皆さんの守護女神たちの力が必要です。どうかどうか。なんて顔してるのよ。シャキッとしなさい、女神なんだから。ネプチ、いえ、パープルハート様、ありがとうございます。そこまで言われたら私たちも協力しないわけにはいかないわよね。ここで断れば女神が廃るというものですわ。おっしゃ、やってやろうじゃねえか。皆さんありがとうございます。それじゃあ行くわよ、マジェなんとかをぶっ飛ばしに。こうして私たちは協力して見事マジェコンヌを倒すことに成功し。ちょっと待った。わあ、いきなり何なのよ。私たちの活躍は回想シーンたったそれだけ。なんか私たちの戦いはこれからだ。ガン、ネプテューヌ先生の次回作にご期待ください。
みたいになってるんだけど。話が進まないからそこはスルーしなさいよ。グレイシスターさん、気にせずどうぞ続けてください。あ、はい。とにかく私たちはマジェコンヌを倒しましたけれど、それが間違いだったんです。倒したのにですか？でもそのことに気づいたのはそれから2年経ってからでした。2年間何も気づかなかったんです。そして気づいた時にはすでに手遅れでした。何もかも。クレイシスターさん、どうしたんですか？もしかしてもういるの？ええ、気配がします。出てきなさい。いるのはバレてますよ。皆さん、お久しぶりですね。アンリ、ついに追い詰めたわよ、アンリ。PC 大陸の難民を扇動し各国でテロを実行した凶悪犯。おまけに犯罪組織の残党とも通じているという証拠もありますわ。悪いけど言い訳は聞かないよ。ここで倒しちゃうから。待って、お姉ちゃん、少しだけ話をさせて。ネプギオ。ねえ、アンリちゃん、どうしてこんなことをしたの？ PC 大陸の人たちのため？それは違う国で生きるのは最初は大変だろうけど、テロで新しい国を作るなんて間違ってるよ。いやね、まだ私がアンリだと思っているの？そうだ、その顔だ。その顔が見たかったのだ、ネプギア。どうだ、かつての友が敵になるのは苦しかったか、つらかったか。そしてテロによって自分の国が壊されていくのを見続けた感想はどうだ。その嫌な感じ。まさかマジェコンヌ。その通りだ。私はマジェコンヌ。お前たちを、世界を滅ぼすものだ。そんな、ずっと本物のアンリちゃんと入れ替わっていた？バカな、マジェコンヌはあの時滅びたはず。そうですわ、私たち確かにこの手でマジェコンヌを倒しましたわ。とにかく考えるのは後よ。このマジェコンヌを倒さなければこの世界に未来はない。許さない、アンリちゃんやみんなの仇。
さあやるがいい。私は逃げも隠れもしない。マジコンヌ覚悟。はあ、見事だね、ブギア。しかし、これで終わったわけではないぞ。そう、裏切りには注意しろよ。ふんだ、最後まで嫌な感じ。でも、これで今度こそ終わったのよね。やっと、やっと終わった。世界は、これで救われた。やったよ、みんな。でも、何か変、何かが引っかかる。どうしたのよ、ネプギア。アンリじゃなくて、マジコンヌは倒したじゃない。ネプギア、考えすぎでは。オムちゃん、言ったであろう、これで終わりではないと。言葉は、ふめ、幼いが悪くない体だ。力にあふれている。候補生とはいえ、さすがは女神だ。ふむ、その喋り方はまさか。マジコンヌ。マジコンヌが復活？一体何が起こったの？マジコンヌは何をしたのよ？復活したマジコンヌは新たな能力を手にしていました。それは他人の肉体を乗っ取る力。その力がどれほど恐ろしいものなのか、わかりますか？倒しても、何度でも蘇る。その通りです。そしてもう一つ恐ろしいことは、いつ、誰がマジコンヌになってしまうかわからないということ。なるほど。そういうことだったのね。マジコンヌはロムの姿を利用し、ルイに混乱と無秩序を作り出しました。ブランさんはそれに対抗できず。情けないわね、別の時間軸の私は。ロムちゃんとラムちゃんのことを目の当たりにすれば仕方ありませんわよ。ルイの崩壊は世界にさらなる衝撃を与えました。女神への信頼は失われ、誰も止められない泥沼の戦乱が大陸全土を炎に包んだのです。何度倒してもその度に他人の体を乗っ取って復活するって、それはもう不死身ってことじゃない。
マジコンヌはもともと魂のような形のない存在で、器を必要とするわ。それが誰の肉体でも乗っ取ることができるようになっているってことね。この先そのようなことが起こる可能性があるってことですわね。そうです。だから私はもう一度過去に飛んでやり直すことにしました。待ってください。確かタイムスリップに女神一人の命と同じくらいのエネルギーが必要なんですよね。ええ、そうです。それは一体どこから？安心してください。私は女神を手にかけたりしていません。私は必死に各国の女神たちが残したシェアクリスタルをかき集めたんです。その頃には女神はもうほとんど。ごめんなさい。いいんです。そもそも私の蒔いた種なんですから。私はなんとかもう一度タイムスリップできるエネルギーを得て過去へ、再びマジェコンヌが復活したあの日へと飛んだのです。ちょっと待った。ちょっとネプチューヌ、またなの？私じゃないよ。私よ。気になっていたんだけど、過去に飛べるならその IS クリスタルとやらの開発を阻止すればいいんじゃない？それは不可能なんです。タイムマシンで過去に戻るには一つだけ制約があるのです。それは PC 大陸が消滅したあの日より前には行けないというものです。どうしてですか？それはタイムスリップで最も難しいのが狙った時間や次元、場所にたどり着くことだからです。私たちの住むこの世界よりもさらに高位の次元の概念です。それを飛び越えるとなると、とてつもない計算能力が必要になります。シーリーは戦闘のためではなく、本来時間移動における演算を行う AI なのです。というか話の腰を折るな。本来シーリーであってもタイムスリップの演算には1万と2000年もの時間がかかります。じゃあ1万2000年未来に行こうと思ったら1万と2000年前から計算しないといけないの？それって1万2000年後？それじゃあ使い物になりません。一体どうやって狙った時間と場所にタイムスリップしてるんですか？それは目印をたどっているのです。マジコンヌ復活により PC 大陸上空の時間と空間が崩壊した。その時生まれた巨大な時空の裂け目を目印にすることで、なんとかタイムスリップが可能になるのです。それでも演算には数年かかるのですが、
ほど。行為の次元を移動すると座標を認識するのが困難だけど、時空断裂の余剰波から逆算すれば圧倒的に計算は簡単になる。さすがはネプギア、すぐに理解してしまいましたね。いえ、私なんかより座標計算の式を見つけ出した人の方がずっとすごいです。理論とかそういうのはわからないけど、ともかくタイムスリップはそう好き勝手にできないってことは理解したわ。ここにしますか？私